伊藤純也さんの話なんですけど、金曜日ですよね、今日ね。LINE 来たのをまず、皆さんで言います。大谷選手にへつらう情報番組を見ていると、伊藤選手の事件の時との扱いの違いに私の中で疑問符が湧きます。セカンドレイプ云々という障害があるにせよ、今のところ双方ともに推定無罪、もしくは推定有罪でもあるわけです。でもなんか大谷選手は推定無罪で、伊藤選手は推定有罪の扱いだった。なんですかね、これね。まあなんかそんな感じはありますよね。大谷はそういう風にしなきゃいけない的な、広告代理店からのお達しなのかなんかあるので。でも大谷さんの話はまだまだでも多分、もやもやしてますね。まあ後で話します。次の方、ライザさん遅くにすみません。今日も配信ありがとうございました。ライザさんの探偵の資格を持ってると話しておられましたね。探偵事務所されてたんですね。ライさんの素晴らしい洞察力でこれからも私が思いつかないようなことをいろいろ教えてください。ところでアンファーで社長されていた金谷さんがヴィッセル神戸の幹部だったことが、伊藤純也選手が今回巻き込まれた事件と関係あるのではと話してる人がいらっしゃいますが、私にはその関係性の構図が描けなくて、代表でポジション争いが関係しているということなのかとも思いましたが、ヴィッセル神戸大迫選手と伊藤選手のポジションが違いますし、ライザさんがもし何かつながりそうです。ぜひ教えてください。それから今日、松本さんの裁判のこと各局のワイドショーで取り上げられたようですが、ミヤネ屋の報じ方について以前と違うと評価されている方々がいらっしゃいました。まあ、ミヤネ屋もね、BPO に訴えられるみたいな話されてましたからね、まっちゃんの件でね。私は番組見てないのですが、ライザさんは話しておられた通り、西脇さんの番組に出演したことでバランスの良い番組だったのかもしれないですし、そういう意味では太蔵さんのコメントも良かったそうです。文春の記事だけをテレビでやりすぎだって、ワイドショーでやりすぎだって話なんですよね。で、それ以外にネット上で、例えば下月ルナさんとかね、AV 女優ね、あそこら辺が、反撃してるわけですよ。それを取り上げなさすぎだっていうところがあったんで、文春は嘘ばっかだって。私は松本さんにそんな嫌な思いの飲み会に行ったことはないみたいなことを言ってたんで、それをやったんですよね。要は、下月ルナの話を取り上げた。でもまあ、取り上げ方はそんなに強くはなかったですけどね。弁護士からすると、これはあんまり裁判で関係ないですね、みたいな感じ。あと、まあ、杉村太蔵に関しては、もともとこの松本さんの話に関しては杉村太蔵は疑念を抱いてるわけですよ。ずーっと。これは一貫してそうなんですよね。もし自分が松本さんの立場だったらって話をずーっとしてるんで、アンミカなんかが昨日出てなかったのが一番良かったんじゃないですか。アンミカが出てたら多分最悪な状況になっちゃうと思います。アンミカは別に裁判とか関係なしに、いや、でも女性の立場としてはって話しかしないので、被害に遭われた人がいるので、みたいな感じの、まあ、フェミニストな。女性から見ても一番嫌いなコメンテーターナンバー1がアンミカになってるんで、あんまり呼ばない方がいいと思うんですよね。杉村太蔵は、とにかく昨日の裁判で、女性の方の、まあ、A 子 B 子がわからないと。松本サイドとしては、A 子 B 子をはっきりしてくれって言ったんだけど、文春は嫌だって言ってる。そこですかね。杉村太蔵が言ってたのは。いや、誰かわかんない人が出てこられてやられたって言ったって、それは難しいんじゃないですかっていう、まあ、ごもっともな意見を杉村太蔵言ってて、それはそうだよな。でも文春側は、言ってる人間の誹謗中傷とかそういうのを、守るために絶対言わないみたいな。で、しかも裁判にも出さないって言ってんですよ。だからこの裁判はまっちゃんが勝つなっていうふうに思いますね。今回の文春を読んでも、実はその被害に遭ったって A 子は、その後も飲み会行ってんすよね。今頃それ言ってるんですよ。その後何回もスピードワゴン小沢の飲み会に参加してると。なんか別に性被害を肯定したわけじゃなくて、参加しないと小沢さんにこの業界にから消されると思ったとか、消されるんじゃないかとか、あとこれわざとらしいのが、その後松本さんを独自に、私と同じように松本さんから被害を受けてる人が出てくるんじゃないかっていうのを探るためにも、潜入調査室とかわけわかんないこと言い始めてるんで、いや、これはちょっとおかしい話になってるなって感じ。なんかもう信憑性がどんどん薄れてきてます、文春はね。伊藤選手の汚名を晴らすときに各局に西脇弁護士を番組に呼んでいただき、西脇さんに分かりやすく解説していただきたい。これはあった方がいいですよね。それから伊藤純也選手のことについて考察よろしくお願いします。これからも配信楽しみですが、アンファーのことをつぶやいていたっていうのを見たんですけど、元ヴィッセル神戸アンファーだからこれまだ金谷さんが専務の頃の話なんで結構前なんで、それになんか箕輪さんとか堀江門がなんか言ってたって話、わかんないですね、これはね。その前の社長が在日だとかそういう話ですかね。だからなんかそうなると陰謀論とかにも絡んでくるのかな。あとなんか箕輪さんが言ってたのはなんか、揉め事があるって話ですか。なんかそういうところに繋がるんですかね。伊藤純也を貶めたいと思ってる人がうたらこうたらって話かな。ちょっとわかんないですね。あと大里さん、前対談した大里さんから、ライスさんご無沙汰しております。大里です。先日の動画紹介でも、も含む伊藤純也に関するノートアップしました。お時間のある時にお読みいただければ幸いですってなってて、読んで、また面白い感じの考察が出てるんで、ぜひ読んでください。伊藤純也は冤罪であり、新潮社による犯罪であるっていうような内容なんですよ。週刊新潮とかは、ガセネタを書いたりとか、それによって伊藤純也の名誉毀損とかそういうことに当たるんじゃないかっていうことなんですけど、まあその中で僕は面白いなと思ったのは、今までの週刊新潮のバーっとあった中で、伊藤詩織さんの問題があって、その伊藤詩織さんとかと週刊新潮の話とかを掘り下げて書いてたんですけど、なんかどっかの町長さん、どこでしたっけの、冤罪事件ってあったじゃないですか。やられたとかやられてないとか、どこだっけあれ、草津か。あれと伊藤詩織さんの話、この二つって、両方とも被害者の女性が顔出ししてるんですよ。伊藤純也だったり抹茶の話っていうのは、被害者と言われる女性は一切顔出ししないんですよ。A 子 B 子なんですよ。だからそこが大きい違いがあるなっていうところと、やっぱり顔出しすると、信憑性が増すんですよ。ただ顔出しってこういう性的被害って、まあ、何ですか、残酷なものでですね、やっぱり男の性欲っていうものはあるじゃないですか。ストレートに考えると、この女でそこまでしてリスクを負ってまで、無理やり、そういうことを犯罪になるかもしれないけど、そこまで本気になるかっていうところもあるじゃないですか。伊藤詩織さんは、この説得力があるんですよ。やっぱ綺麗だし。ああ、これは、もしかしたらこの、山口さんってね、やったって言われてる男性の人、理性失ったなーっていう風な、ただその草津の人は、いや、それはねえだろって、どうまかり間違ってそうなんのっていうね、やっぱそういうのってあるじゃないですか。ルッキズムとか言ってしまうとそれまでなんですけど、でもやっぱりあるんですよ。変な話、僕一回ね、18歳の頃、今からもう何十年前なんですけど、性加害みたいなのの取り調べを受けたことがあるんですよ。全然やってないんですよ。ただ、たまたま僕が、千駄ヶ谷に住んでて、原宿の友達の家に遊びに行ったんですよ。まあ、原宿の友達の家に夜遅くまで遊んで、18の頃に遊んで、まあ喋ったり飲んだり、まあもしかしたら酒も飲んだのかもしれないですね。帰るってなった時に、もうその時もう夜中の12時過ぎ、千駄ヶ谷と原宿って近いんで帰ろうかなと思ったんだけど、めんどくさかったんで、自転車を借りたんですよ、そいつから。それが失敗だったんですよ。そいつの自転車、実はそいつがどっかからパクってきた盗難品だったんですよ。で、僕はそのチャリを借りて、プラプラこう夜中に走ってたら、なんかね、その近くでね、ちょっとレイプ未遂事件みたいなのあったんですよね。それで僕警察に止められたんですよ。で、何やってんのって友達の家から帰ってきた。でも自転車調べられたんですよ。これ盗難品だって話になって。ちょっと警察来いて原宿警察に僕はパトカーで連れてかれたんですよね。で、この近くで、レイプ未遂事件があったって話になって、お前だろって話になるんですよ。いや、僕は全然知りませんよって話をするじゃないですか。金髪だったんですよ、18の頃って。僕、今も金髪っぽいじゃないですか。僕は金髪人生が長いわけですよ。大体人生ほぼほぼ金髪なんで。まあでも数十年前の金髪は珍しいわけですよね。なんでそんな格好してんだと。ろくなもんじゃねえだろうっていうことをやっぱルッキズムで言われるんですよ。で、取り調べてガーガー言われたんですよね。で、めんどくせえなーと思ったんですけど、そしたらなんか、ちょっとしたおじさんみたいな刑事が、まあって刑事ドラマのに入ってきたんですよ。そんなにお前ら、熱くなんな、みたいな感じで若い刑事を止めて、お前さ、国はどこだって言われたんですよ。宮城ですって。そっか、大変だったな、父ちゃん母ちゃんこんなことあったら泣くよな、って。何を言ってんだこいつは、と思ったんですけど、お前だろいや、僕じゃないですよって。お前はできるんだよ。まあ、要は、金髪で、チャラそうだということですよね。で、お前、だって失うものないじゃん、まだ18だしと。俺たちは、奥さんも家族もいるし、子供もいるし、社会的地位もあるんだよ。できないんだよ、そういうことは。でも、お前はできんだよ。だって、まだ若いんだし、失うもの何もねえだろ。だからお前がやったんだよって言われたんですよ。いや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 、そういう問題じゃないでしょ、みたいなね。でもね、そういうもんなんですよ、警察の取り調べとかっていうのは。当然だからやってないんで、やってないって言うじゃないですか。ダメだな、こいつ。じゃあちょっと連れてこうって言って、パトカーにもう一回乗せられて、その被害に遭った、未遂に遭ったって女の子の家の近くまで連れてかれ、その女の子は見えないんですよ。でも、警察官が行って、あいつかみたいな感じでやってるんですよ。こう影から見てるんですよ、僕のことを。で、女の子が、いや、違います、あの人じゃないですって言ったんで、こいつじゃないみたいですよってなって、釈放されたんですよ。まあそういうことがあったんですよ、昔ね。だからね、ある程度ね、やっぱね、見た目ってあるんですよ。うん。だから大谷が疑われないのも、やっぱり見た目爽やかそうじゃないですか。しなさそうだなっていうイメージってのは、相当あるなーなんていうふうに思ってて。まあ誰かも言ってたように、サッカー選手はだったらチャラそうだしやりそうだなっていうのもあるだろうし、そういう風な風潮ってどうしても消えないですよねと思います。